皆さん、毎度ニューヨークでビール飲むにやっているヨシです。 Hello everyone, I'm Yoshi, a beer nominee in New York。 本日もまた一本お酒を紹介したいと思っております。本日ご紹介する日本酒はこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介する日本酒は七田です。で、このお酒はですね、佐賀県で作られている、お酒で、タイプとしては純米になります。で、こちらのお酒が作られているのが、天山酒造さんといってですね、まあ、1800年代とかに多分作られていると思うんですけど、かなり有名な酒造さんだと思います。で、このお酒は、はい、以前に飲んだことがありますが、もうかなり昔なんで覚えておりません。なので今日また飲めるのが、楽しみです。それではやっていきましょう。それでは飲みたいと思います。色はですね、透明ですね。で、香りの方ですが、さっぱりとした香りに、まあ、少し米の甘みとちょっとこうペアとか、リンゴとかの香りが上がってきますね。それではいただきます。乾杯。うん、美味しいですね。あの、香りとはちょっと異なってですね、どちらかというと結構リッチな方の純米かなという気がします。口に含んだ瞬間ですね、米の甘さがこわっと舌の上に広がって、で、後味はですね、かなりこうドライな感じですね。濃厚でリッチなお酒かなという気はいたします。アルコール度数が 17%、 ちょっと高めなんですかね。なので結構どっしりとした純米ですね。はい、でも飲みやすいとは思います。このお酒は多分どちらかというと、まあ、お刺身とか寿司とかよりかは、なんか料理した日本食とかの方がいいのかなと思います。煮魚とか、あとまあ焼き魚とか、まあ、お肉でも全然合う、まあ、ステーキとかでも合うんじゃないですかね。結構リッチなステーキのソースとかを食べた後にこれを飲んだら、リフレッシュさでこうスパッて切ってくれるんじゃなくて、濃厚なこのお酒の味でこう舌をこう洗ってくれるって言ったら変な感じですけど、その、まあ、あの切ってくれるという感じですかね。で、日本酒度がですね、プラス 2.0 なんで、まあまあ、どちらかというと結構真ん中なんですけど、ちょっとドライ寄りかなという感じのお酒ですね。そうですね、飲み始め、最初飲んだ時は少し甘めをなんですけど、こう喉の奥でカーッとなるくらいちょっとこうドライなお酒ですね。だから両方そのリッチさとドライさをもう兼ね合わせた純米酒かなという気はいたします。日本酒ってすごく自分の中で難しくて、何種類か用意してそれをこう飲み比べると結構差が分かるんですけど、一つだけ飲んでると結構どのお酒も似たような感じですよに思えるのがすごくね、自分の中でまあちょっと難しいところなんですよね。なんかね、ちょっとこううまくこのお酒の特徴をつかんでですね、これに合いますよとかいうのがね、言えたらいいんですけど、なかなかそこまでね、まだ言えないんで、皆さん、その日本にいる皆さんはどのようにして日本酒を飲まれるのかなとちょっと気になるんですけど、皆さんこうやってあの一升瓶とかで買ってこられて、そのまま冷蔵庫に込んでおいてそのまま飲むのか、まあ、あの常温で飲まれるのか、皆さんこうやってどうやってお酒って飲まれるのかなっていう。アメリカはね、結構その、まあ、ほとんど冷やしてありますね。冷やして飲むのが、まあ、主流かなっていう、まあ、か、まあ、熱感かっていうところですかね。常温でなかなか飲む人って本当にいないと思うんですよ。まあ、家で本当にね、日本酒があって常温で飲む人はいるかもしれませんけど、店とかで常温でくれって言われたらなかなか難しいところがあるんですけど、まあ、出せないこともないとは思うんですけど、みんなの家庭ではどうやって飲まれるのかなっていうふうにちょっと思うんですけど。で、こちらの飯坂屋寿楽さんなんですけど、あのもちろんあのビールがすごいね、もうビールがねすごい有名なんですよ。あの50種類以上の日本のクラフトビールとか置いてるお店なんですけど、日本酒も常時、まあ、10種類から15種類かな。今ちょっとね、あのダイインできないんで、その店の中で食べられないんで、あのお酒の量もかなりちょっとこう抑えてるみたいなんで、そこまで種類は今のところないんですけど、ビールはちょっと苦手という方でも全然あの楽しんでいただけるお店だと思うんで、現在あの外にですね、席が6席用意されてますんで、楽しんでいただけたらなと思っております。以上、七田純米でした。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。